誰もいないのか。何があったんだ。住人はどこに行った？よせ、撃つな、撃つんじゃない。誰だ、誰がよこした？誰って、道で事故にあって。なんだ、どうしまった。奴らだ。奴ら、今のは何なんだ？銃は？え？銃は持ってるよな？いや、持ってない。待て、早く。何やってるっていうんだ。おい、聞いてるのか。おい、何なんだ。死体だと。あっちも死体か。おい、嘘だろ。この村で何が起きてるんだ。
か。誰か、もしまだ生き残っている人がいたら生きて、私の屋敷を。生き残りが。おい、待て。生にも死にも栄光を与えん。なあ、あんた、ここにいると危険だ。何を。おい、聞こえてるのか。そなたか、あの子の父親だな。あの子って、まさかローズがここにいるのか。ローズ、そうともローズじゃ。あの子に危険が迫ってる。マザーミランダが村に招き入れて全ては闇に出した。何、あの化け物のことか。城の鐘が災いを告げておる。奴らが来るぞ。おい、待て。ローズはマザーミランダって。我らがために鐘は鳴る。また奴らが来るのじゃ。ローズがここに。
閉めて。お願い。おい、ここで何を。近づくな。お願い、傷つけないで。待て、大丈夫、何もしやしない。まともな人に会えてよかった。他に生存者は。いえ、みんなルイザの家よ。でも誰も門を開けてくれないの。口を聞くな、そいつはよそ者だぞ。あ、ここにじゃまずい。歩けそうか。ダメ、化け物に襲われたの。ひどい出血でルイザの家に連れて行かないと。しっ、静かに。なんとかしよう。ここに隠れて静かにしてろ。俺が門を開けるまで動くな。いいぞ、こっち。父さん、急いで。ずいぶんと遅かったな。どういたしまして。人に頼るのが苦手なの。気にしないで。ここは安全よね。違う。まあ、外よりはマシだろうな。なあ、ここで一体何が起きてるんだ。私にもわからない。マザーミランダのご加護があるはずなのに。誰も出やしない。父さん、ダメだ。中に入らないと。おい、誰かいるか。よその人じゃダメ。ルイザ、ドアを開けて。エレナよ。黙れ、叫ぶな。化け物が来るだろう。ユリアン、落ち着いて。こいつは友達よ。下がれ。父さん、お願い、ユリアン、中に入れて。ダメだ、血の匂いで奴らが寄ってくる。このままじゃ父さんが死んじゃう。俺の知ったことじゃねえ。何の騒ぎ。こいつら死に損ないを家の中に入れようと。こいつらですって。彼らは友人よ。さあ、はい。こっち、中。村の人じゃないわね。ああ、違う。イーサンだ。ユリアン、見張りの仕事に戻りなさい。ほら、早く。いいわ。エレナの知り合いなら。信じましょう。入って、イーサン。待ってて、奥の様子を見てくる。こっち。さあ、みんな待ってるわ。なんだこいつは。よそ者が殺しに来たのか。黙って、アントン。二人を助けてくれたのよ。誰も助けなんて頼んじゃいない。どうぞ、イーサン、座って。無事だったのは村でこれだけか。無事、無事だと。これのどこが無事だってんだ。動けもしねえ怪我人に。バカみてえに
泣くしかできねえ女、お前もだ。血まみれの死に損ないジジイによそ者まで連れ込みやがって。この家が安全だと、安全な場所なんかねえ。外の腰抜け連中もとっくにぶっ殺されてる。明日には、明日には俺たちもみんな死ぬ。そいつのクソ天使みてえに泣くんじゃねえ、ロクサーナ。もうやめて。ここは代々私の家族を守り続けてきた家。酔っ払いであれ何であれ誰でも歓迎する。ここにいれば安全よ。言ってろ。一体何が起こってるんだ。なあ、誰か教えてくれ。わからない。ただ普段通り静かに暮らしていたら、ある日突然化け物が現れて襲ってきたの。何度も何度もやってきて。待って、ルイザー。それで旦那さんは、まさか。いいえ、彼はどこかにいる。絶対に村の誰かに助けを。ええ、そうよ、きっと助けを呼びに行ったの。祈りましょう、彼が私たちのため。そうね、さあ一緒に。大いなる者よ、聞き入れたまえ。畏敬の念とともに捧げん。無限の闇より運命の定めしかが我らに差し伸べられんことを。深夜の月が黒き翼で舞い上がるとき、我らは自らを犠牲とし、最後の明かりを待つのみ。生にも死にもマザーミランダに栄光を捧げる。さあ、お茶の支度を。エレナ、手伝って。その祈り、前にも聞いた。墓場にいた老婆から。あのばあさんか。あのババアならもう完全にイカれちまってる。でもあの人はとても献身的よ。だからきっと彼女にもご加護があるはずだわ。何してる。レオナルド、どうしたの。大丈夫。やめろ。エレナ、下がってろ。やめて、離して。俺だって殺される。逃げるんだ。お父さんじゃない。仕方なかったんだ。エレナ、行っちゃダメだ。もう助からない。父さん、逃げよう。家が崩れる。いや。手遅れだったんだ。お父さんじゃなくなってた。もう放っておいて。ダメだ、ここから出よう。一緒に。ここから出ないと。
すごい、火の回りが早い。どうするつもり？離れてろ、こいつでぶち破る。平気だ、もう一度。いいか、もう時間がない。上しかないな。手をつかめ、早く。さあ行こう。心配ない、煙を吸うなよ。分かってる、ありがとう。イーサン、優しいのね。あなたの家族は無事だといい。こっちだ、行ける。見ろ、あそこから出られる。よかった。だけど村は化け物だらけなのよ。あんなに数がいたら逃げられっこない。いいか、諦めるんじゃない。娘を探す前に君を無事に避難させる。ローズはきっとあの城にいる。ダメよ、あの城に行けばあなたの命はないわ。それに私一人なんて。父さん。ダメだエレナ、あれはもうお父さんじゃない。私を呼んでる、父さん。やめろ、危ない。じっとしてろ。さあ、手を伸ばせ。イーサン行って、娘さんを救って。諦めるな。さあ、こっちだ。チクショウ。どうしてみんな死んじまうんだ。エレナ、こんなのひどすぎる。なんでこんな。何なんだこの村、一体何が起こってるんだ。くそ、やめて、ミランダ様。ああ、おい。今は一体誰なんだ。死んだ。そうとも、皆に死が訪れたのじゃ。
この先が城か。行けば命はないか。